MLB、アストロズ、ドジャース、7月27日、日本時間28日、ヒューストン。大谷翔平投手が、1番 DH で先発出場。第2打席で2試合ぶりの今季32号アーチを放った。打球速度118.7マイル、約191キロ、飛距離443フィート、約135メートル。 という弾丸特大アーチで本塁打は後半戦3本目。この2本塁打を打ち1本差しに迫られていたニーノーズが、ブレーブスに再び2本差しをつけている。前日のアストロズ戦では3打数2安打と2試合連続マルチ安打をマークし、打率も315とリーグトップを走る大谷。シーズン25個目の盗塁も決めるなど、史上6人目の40から4十。 40本塁打、40盗塁、模写定権に捉えている。25日、同26日のジャイアンツ戦で放った今季31号は打球角度46度で高々と舞い上がるムーンショットと、今季も異次元の打球でファンやチームメートを驚かせ続ける大谷だが、この一発でシーズン48.9本塁打ペース。自身初のシーズン50本塁打も十分狙える位置にいる。 40から40はもちろん、メジャー史上初の50から30いや2012年のミゲル・カブレラ、タイガース以来12年ぶりとなる三冠王など、楽しみは膨らむばかり。大家のバットからは後半戦も新たな記録が次々と生まれるだろう。